ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911GT3 2018年式9400キロ、こちらの車両になります。今回僕の方で車両紹介って言ったんですけど、はい、車両紹介ではないんですよね。はい、厳密に言うと、はい、いつも例えば GT3 だったら GT3 ってこんな車ですよっていう紹介がほとんどなんですけれども、まあそうですね、市場も含めて、はいはい、今回はちょっと違うんですよ、はい、今回のこちらの車、はい、オプションがとんでもない、とんでもないですね。僕も初めて見たし、はい、池田君もおそらく初めて見るレベルの、はい、とてつもないオプション満載車両ということで、はい、ぜひこちらを紹介したいということで、はい、撮らせていただくような形になります。そしてあとはこちらの車、はい、買取、はい、直接させていただいたお車ということ で前オーナー様のエピソードトークも話していいっていう風に許可をいただいてますので、はい、そのあたりを含めて、はい、この車パッと見、まあ、普通の GT3 じゃないですか。そうですね、はい、とんでもないんだぞというところをちょっと今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずそのオプションのところなんですけれども、はい、先に総額言っちゃっていいですか。あ、はい、お願いします。総額がなんと634万円ということで、はい、これ車もう一台買えるじゃないですか。買えます。しかもあの、まあ、輸入車ってやっぱまあオプションが今すごい大事な中で634万円を皆さんどう捉えるかなと思うんですけども、僕は個人的に GT3 で634万円っていうのはすごい思いました。僕もそこです、はい、まずもうもっと高級車、はい、いろいろあります、はい、もう1000万円単位のオプションの車はありますけど、はい、どっちかっていうと GT3 ってこうそぎ落とす車じゃないですか。そうですね、はい、だからまあ車体価格が高いですけども、はい、あんまりオプション満載の車って、はい、まあ、走りに対するオプションは追加されてるケース時々見かけますけど、はい、その他の部分で、うん、オプションにこう追加していくってあまりないと思うんですよ。あんまり見ないですね。なんでまずそのオプションが満載なのがびっくりだと、はい、あとこのコンディション、コンディション、はい、今回9400キロってことなんですけど、はい、あの不気味なぐらい綺麗ということで、はい、そうです。でこちらがほぼなんかうちの方で綺麗にしてますよっていうことじゃなくって、そうです、はい、ほぼこの状態で前オーナー様が所有されてた。そうです。あのお恥ずかしながら我々がこう入庫してからはもうショールームに入れるすぐ入れることだけを考えてたので、特に手を加えたわけではないです。なんかここ綺麗にしてとか塗り直してとか、はい、一切そういうことせず、はい、もうほぼこの状態でオーナー様が保管されてたと、はい、もう傷っていう傷も、はい、甘じみもなんか水垢も、はい、そういうものがほぼ見られない、はい。でどっちかというと GT3 って、まあ、保管されているケースもありますけども、うん、走る車じゃないですか、はい、走った後、まあ1万キロ約走ればそれなりにつくじゃないですか、はい、ほぼ見られないんですよ、まあ、GT3 で1万キロしたら、まあ、大体フロント周り飛び石とかフロントの下すりとか大体もう定番ですよね。サーキットユースじゃなくてもありえますよね、はい、高速道路一般道路走ってるの、はい、そういうのがほぼ見られないという、はい、そしてあとは下回りも当然ノータッチです。はい、綺麗な状態です。もう削れてない私個人的には多分初めてじゃないかなっていうぐらい本当に綺麗な状態です。何かしらやっぱり純正より20ミリダウンされてるわけじゃないですか、はい、普通の911彼らより、はい、当たる可能性も前にも出てますし、うん、はい、20ミリ低いんで当たってるケース特にこの辺なんか、はい、多いじゃないですか GT3、うん、全く無理です。そうなんですよ、びっくりなんですよ、はい。でこれさっきあの担当者から話を聞いたらオーナー様、前オーナー様、はい、もう一台車を所有されて、はい、まあ、それもちょっと特殊なお車なんですけども、はい、それでなんとロケハンに行ってからこの車で外出するということ、はいはい、でその車でヤバそうだったり、まあ、ぶつかっちゃうようなことがあれば行かないという、はい、うん、もうすりそうなところには行かないという、そんなことあります。すごいですよね、それだけまあ愛を感じますけども、すごいです、はい、そしてそこまで大事にされてたのを今回買い取りさせていただいたということで、はい、二度びっくりな感じなんです、はい、そうです。とにかくまずは車が超綺麗、はい、あとオプションで分かりやすいところというと、まあ、ヘッドライトが、はい、なんかもう600万円ですよというと、はい、まあ、当然なってくると思うんですけど、はい、この PDLS プラス式のヘッドライト、はい、こちらが装着されている。 GT3 だとなし車も結構多いじゃないですか。結構多いです、はい、キセノンの車も結構あったりするので、はい、まあ、十分明るいですし、はい、そこまでその快適性、特に GT3 そぎ落とす車なんで求めてないですよっていう方も多いと思うんですけども、はい、この辺もしっかりついてる、はい、あとびっくりしたのは塗ってあるんですよ、うん、そうですね、はい、モーションノズルがあのうちの方でアフターで塗ったりだとか、うん、カスタマイズの方で、はい、ここ埋めちゃったりなんていうケースもありますけども、ありますね、もしかしたら僕純正でこれ
ペイントのオプション初めて見たかもしれない。あんまり確かにそんな多くはないとは思います。少なくとも GT3 でここを塗るオプション選択されてる車ってそうです多分初めて見たと思う、はい、ここはちょっとこれだけでもええっていう、はい、ただ例えば中古車情報サイトとか見ても、はい、その辺ってなかなか分かりづらいじゃないですか。分かんないですし意識してみないとっていうやっぱ部分ですよね。おそらく皆さん目が行くところとしてはヘッドライトと、はい、あとホイール、あとはブレーキがオプションの PCCB ついてるかどうかな、はい、そこぐらいだと思うんですけど、はい、細かいところ言うとこの辺なんかもしっかりやった、はい、そして早速横行きましょうか、はい、横も先ほどちょっと話が出ちゃいましたけど当然のように PCCB もついてるということで、はい、これももうどうやって乗ってたんですかっていうぐらい、はい、全く汚れてない。いやもうホイールのイン側のリムまでしっかり綺麗に、これがなんかだからうちの方で一生懸命綺麗にして、はい、綺麗になりましたじゃなくて、はい、ほぼこの状態なんですよね。まあやりますよ、やっぱ商品車、はい、通常仕入れてから仕上げでやるんですけど、これに関してはそれをせずともこの状態っていう。そして基本的に PCCB ってロータ削らないんで、はい、ほぼ汚れないじゃないですか、はい、にしてもこの綺麗さっていう。そうですそうです。キャリバーも、はい、本当に外を走ってたんですかっていうぐらい、はい、全く汚れも甘じみもない。そうなんですよね。でこの辺ってやっぱり拭き上げができないじゃないですか、はい、洗車の時もなかなか大変です。でおそらくあの洗車こだわってる方なんかは、はい、ブロワーでこう水気を飛ばしてなんていうケースもあると思うんですけど、うん、まあ、それでもやりきれないところがあると思うんですけど、はい、そういったのも一切ないということ、はい、でこれも先ほど担当者から話を聞いたら、あの洗車もご自身でされる方ということで、はい、なんか拭き上げだけで5時間ぐらいかけてそうです、はい、洗車をされる方ということで、はい、もうとにかくむちゃくちゃ綺麗、はい、だってインナーフェンダーも普通こう虫とか、ね、はい、あの道路 の, その油分とかついてるじゃないですか、はい、ほぼもう何もないんですよ、はいはい、そして奥のバネも、はい、これ本当に毎回外して今本当そういう感じのレベルですよね。じゃないですか、はい、で表はまあできますよ、はい、で中のバネとかって、はい、普通は何もできないなかなか、はい、バネまでもめちゃくちゃ綺麗、うん、おそらく車庫上が固着していることも一切ないんだろうなっていう、うんですね、はい、そのレベルで綺麗、はい、そして GT3 は当然センダーロック標準になるんで、はい、なかなかユーザーさんサイドでこうホイールを外すってできないじゃないですか、うん、ある程度やっぱもう揃ってないと難しいですよね。で僕ら道具が揃ってても一、はい、人じゃできないじゃないですか。そうですね、はい、押さえる人と、はい、回す人と、はい、2人必要になる作業なんで、まあ、一般の方だとよりこうハードルが高くなるんですけど、うん、まあ、外してたかどうか分からないですけど、はい、もうそのぐらいむちゃくちゃ綺麗ということ で、ね、はいはい、で当然ホイールもガリ傷なんか一切ない、はい、でタイヤはこれダンロップなんですね。ダンロップですね、はい、ミシュランのカップ2以外の僕ちょっと初めて見たかもしれない。うん、確かにそうですね。で当然こういった使い方されてますんで、まあ、無理なその熱が入るようなタイヤの使い方も一切されてないということ で、はい、まあ、非常にコンディションのいいお車になっております。で横に回っていくとミラーなんかも、はいはい、あのこれも GT3 だと初めて見たと思います。多分あんまりないですね。なんとここも全部塗ってあるということで、はい、これ普通の彼らとか GTS でもあ塗ってあるんだっていうレベルだと思うんですよ。それが GT3 で全部塗ってあるという。そうなんです。意識して本当見ないと分かんないと思うんですけど、やっぱりもう逆に意識して見ちゃうとすごい気になる部分ですよね。めちゃくちゃ綺麗。特にこういう入り組んだところって洗車しても、はい、やっぱりこう甘じみ水垢がつくところじゃないですか。一切ないんですよね。そうですね。そしてあとは横この辺が通常ストーンガードがこのぐらいのサイズで貼られているのが見当たらないんですけども、はい、なんとこの車の場合一回り大きなものにオーナー様が施工し直してあるということで、はい、ここが切れ目がそうですね、はい、少し分かりますけども貼り替えてある。そして、はい、ここだけじゃなくてドアエッジもそうですし、通り過ぎちゃいましたけど、はい、前回りも全部フルで貼ったり、はい、そうですね。フロントガラスもルーフも A ピラーとルーフの先端まで全部施工してある、はい、でこれも結局純正のストーンガードだとちっちゃい、はい、でこれだけフェンダーが出てるんで、まあ、傷つく前にということで施工した、はい、でこれもなんかストーンガードが傷ついたら張り替えもしてたという。そうです、はい、そんなのあります。すごいですよね。普通なんか売却するときに、はい、じゃあ剥がしましょうとか、はい、あとはなんかその車検のタイミングで再施工しましょうということなんですけど、はい、そうじゃなくてもう汚れたら張り替え、はい、そうです。プロテクションフィルムも綺麗な状態がいいと。そのスタンスで使われた車みたいです、はい、あとは細かいところですけどもプライバシーガラスだったり、はい、あとフロントのウィンドウのグレーのティントだったり、はい、あの辺なんかも当然入ってると、はい、そして後ろも超綺麗、はい、そして後ろタイヤも本当にどこ走ってたんですかっていうぐらい、
一切熱が入ってない。そうですね、もう何も言うことないですね。そして後ろに回っていくと後ろ回りも当然綺麗です。はい、まあ、基本的に外装オプションっていうのはあんまりこう目立つものポルシェの場合ないじゃないですか。はい、本当にボディカラーぐらい。そうですね、ボディカラーとか確かあとエンブレムとかかな、まあ、この辺が黒くなってたり、はい、普通であればもうちょっと分かりやすいところに費用をかけるっていうのも少なくないと思うんですよ。そうですね、はい、特に BDS でいろんなボディカラーできるじゃないですか。はい、でそこをこのキャララホワイトっていう、はい、言ったら逆に目立たないぐらいの、はいはい、割と多いボディカラーでここまでオプションをかけられるっていうのは、はい、本当に贅沢の極みだし、そうですね、なんか本当に買い慣れてるなって感じしますよね。はい、これ今考えたらプロテクションフィルムってちなみにここ入ってないですよね。そうですね、プラスしたら700万ぐらいってことですよね。まあ、おそらくそのぐらいいくんじゃないかなっていう。すごいですよね。でここまで大切にされてたこの手間に関してはプライスレスですから。そうですね。そしてあと細かいところで言うと当然バックカメラなんかも装着されてると、はい、だとこの辺もなんかその熱が入った形跡とかもないですよね。一切ないっていう。だってマフラーだって普通汚れちゃうじゃないですか。はい、はい、取れないじゃないですか。取れないですよね。でましてやポルシェってこうエンジンからこの出口までが近いんで、はい、熱も入りやすいじゃないですか。うん、全くなんですよ。まあ、時々こういった車も、まあ、市場に出てくる。本当まれだと思います。こんな感じのエクステリアになっております。続いてメインといっても過言でない内装を見てみたいと思います。はい、で内装の前にキーも、はい、なんとオプションの純正オプションのこのレザーのカバーですかね。はいはい、エンボス入りの。そしてキーうちの方でもカスタムペイントをさせていただく機会多いじゃないですか。はい、純正のボディ同色のキーになっているということで、はい、抜かりないですね。抜かりないです。はい、そしてではご覧いただきましょう。内装の方ご覧ください。これはやばい。やばいですよね。今回ちょっとオプション一覧を読み上げる回にしたいと思います。はいはい、まず一番目を引くのがレザーインテリア。はい、これダッシュボードもそうですし、はい、ドアもそうですし、はい、まあ、あとはその他細かい部分なんかも全部レザーというレザーですね。 GT3 でここまでやってる車って僕は初めて見ました。僕も初めて見ました。はい、で本当に質素なのが似合うし成立する車じゃないですか。はい、だから本当にターボとかターボ S だったらまあまあそうですね、ありえるよねっていう、はい、そのぐらいの内装で、ダッシュボード もう当然そうなんですけども、この奥のツイッターのところだったりとか、そうです、はい、あと一番奥のこのデフロスターのところもこのステッチのレザーのやつ、はい、そうです。あとクロノの周りとかもそうですね、スポーツクロノの周りも。あ、そうですね、このセンターの、はい、この周りも全部ステッチのレザーになっているということで、はい、ポルシェ大好きカメラマンもこれ初めて見たって言ってました。そうですね、これはやばいですね。服も まずもう見る機会ないんじゃないかなっていう。でこれだから中古車情報サイトとかで外装の写真とか見ても、はい、まあまあまあ普通の GT3 だよねって感じだけど、はい、実写見るとダッシュボード丸見えなん で、これ写真じゃ難しいですよね、なかなか判断するの。違和感と言ってもいいぐらいの、はい、この内装と外装の車としてのこうギャップ、はい、ギャップですね。とんでもないなと思う。そして細かいところで言うとこのコラムも、そうです、これもそうそういらっしゃらなくないですか。 GT3 で多分ステアリングコラムレザーの個体ってほぼないんじゃないですか。ほぼないですよね。はい、多分販売店でも多分びっくりされるくらいびっくりすると思います。そしてこのダッシュの横も、はい、なんか聞いたらこれ結構海外なんかだと、はい、レザーパッケージ入れて、はい、でない車なんか後から足したりするケースなんかもあるみたいなんですけど、これもステッチ入りのフルレザー仕様になっているということで、はい、あとなんとスピーカーの方が BOSE のサウンドシステム、はい、これ聞いたらなんと一度も音を出したことはないそうです。まだはい、ほぼ新品の状態ってことですね。でちなみに皆さんご存知のところだと思うんですけども、サラウンドシステムオプションで25万8000円します。はい、なのに一度も音を出したことないで、前オーナー様曰く走りの音を、はい、マフラーの音を聞く車だと。じゃあなんで入れたんですか。いや本当ですね、はい、壮大なツッコミが入るところなんですけど、はい、そしてシートの方も当然フルバケのカーボンのタイプ、はい、こちらも超綺麗ですね。シートびっくりですね。9000キロ以上走ってると思えないぐらい、約1万キロ走ったらそれなりにこう乗った形跡、はい、まあ、クッションのシワだったり、うん、特にあと運転席側のこのレザーの部分、はい、で擦れたりとかするじゃないですか、はい、この辺も全くない、はい、でこれも聞いたらもう新車で購入された時にすぐカバーを作って、はい、そのカバーを装着してて使ってたんで、はい、オーナーさんも売却時に外してもう久しぶりにそのついてない状態を見たという、はい、これはちょっと本当に博物館コンディションというか、いや本当ですね、コンクールコンディションですよね。そうです、はい、
でアームレストもエンボスなんかもしっかり入ってます、はい、センターのコンソールなんかもレザーになってると、はい、改めてちょっとインテリア読み上げます。当然リフターもついてます、はい、スポーツクロノついてます、はい、そしてあとは内装レザー仕上げダッシュボード、ステアリングクラム、センタートンネル、はい、マットの方もレザーの縁取り、はい、オプションで5万4000円するものがついております、はい、そして内装上に行くとアルカンターラのサンバイザー、はい、これ7万円とかするんですね。意外とするんですよね。これもついてます。そしてドアもエクステンドインテリアパッケージでドアもレザー、はい、あとはストレージとアルカンターラ仕様、シートベルトアウトレット、はい、これも初めて見ましたシートベルトの取り出しのところまでアルカンターラになっていると、はい、そしてあとはカーボンのインテリアパッケージ、イルミネーション付きドアシルガード、こちらが全部ついてございます、はい、恐ろしいです。恐ろしいです。もうなんでレザーとアルカンの本当にコンビの完成形みたいな感じになってますよね。こんな感じの内装になっております、はい、じゃあ続いてエンジンルームを見ていきたいと思います、はい、エンジンのメカニズムの方に関しては、うん、実は名古屋店で GT3 後期取らせていただいて、うんね、まあ、詳しくご紹介させていただいてますので省略しちゃいますけども 1.2 になっているということで4リッター500馬力、はい、こちらが搭載されています。そしてこの綺麗さですよ。やばいですよね。普通こういう開けた部分とかって、はい、もうちょっと汚れてる、うん、それこそあんまじみ、はい、あとは水垢ついてるじゃん、はい、言ったらうちの車のトランクなんか、まあ、泥とか葉っぱとか、はい、そういったのも一切ない。いや本当に毎回分解して掃除したんじゃないですか。いやですよね。綺麗ということで。そしてあとはオイル交換の履歴なんかもなんと1000キロごと毎年交換されているということで、はい、この辺がモービル1交換されているそうです。じゃあ続いてフロントのトランクを見てみたいと思います、はい、もうここまで来たらフロントのトランクももう絶対綺麗なんだね想像つきますけども、はい、全く未使用。当然ついてくるシートベルトも、はい、開けてもないですよね。開けてもないですよね多分おそらく。そしてこちらのダンボールが消火器入ってるということなんですけど、はい、多分これに関しては確認すらおそらくしてないんじゃないかなと、うん、他の部分を見ても一切ほぼ汚れていないということで、はい、でトランクもやっぱりこのファブリックなんて重たいものとか硬いものとか入れると、はい、跡ついちゃったり擦れちゃったりするじゃないですか、はい、そういったのもほぼ見受けられない、うん、なんかトランク使った形跡なさそうですもんね。ほぼないですよね、はい、1万キロ走ってても、はい、そしてあとこの辺なんかもう汚れる定番じゃないですか、はい、甘じみ定番じゃないですか、はい、一切なんですよ。なんか磨きに出して帰ってきたんじゃないかっていうぐらい、はい、そのぐらい汚れてない。じゃあ最後になりますけども、はい、今回いろいろちょっと省略して、まあ、試乗もありませんでしたし、うん、はい、マフラーサウンドなんかもちょっと取らなかったんですけれども、はい、最初に戻りますけども、はい、買い取りさせていただいたということで、はい、でやっぱり直接買い取りさせていただくとやっぱりこういったエピソード道具も、まあ、許可いただければお話しすることもできますし、はい、あとは次のオーナー様にお伝えすることもできるわけです。そうなんですよね、まあ、こういった使い方、はい、されてた車なんで、まあ、安心してできますし、はい、あとはなかなかこれを全て、まあ、いろんな買取店で正当に評価って難しいところもあると思います、はい、で今回は全部ノーマルでしたけれども、例えばカスタマイズして、はい、こういう社会になってますか、はい、っていうのもモンドグループであれば、はい、まあ、正当に評価して、まあ、高額買取できると思います、はい、でおそらく今回ご紹介させていただいた車並みにもうすごいオプションのお車乗られている方もいらっしゃると思いますし、はい、あとはもっと俺の方がすごいですっていう方もいらっしゃると思います。他メーカーの車でもそうですね、はい、なのでその辺はもう池田君にご相談いただければ、はい、買取強化中ですもんね、はい、というわけで今回はポルシェ 911GT3 をご紹介させていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah.